皆さんこんにちは、長谷川です。今日はですね、まあ、今おっしゃられたというか読み上げられた、僕英語が読めないので難しくて言えないんですけども、エレクトロンの話をします。でスライドはすでに公開していますので、手元で見た方が見やすいという方は、一番こちら側、日本語側にしか出ていないんですけども、あちらの URL から、スライド、この同じものがダウンロードできます。で私は長谷川陽介といってですね、まあ、関西弁ですけども、今東京と大阪を行ったり来たりしながら、セキュアスカイテクノロジーという会社で、脆弱性診断のお手伝いなどをしております。で、エレクトロンと何かという話なんですけども、エレクトロンというのはですね、 GitHub 社によって開発されたクロスプラットフォームなデスクトップアプリケーションを開発するためのフレームワークですね。で HTML と JavaScript を使って、ウェブアプリではなく、パソコン上で動く、PC 上で動くネイティブのアプリケーションを作成できるというのが大きな特徴です。で、すでにこれまでに多くのアプリケーションで使用実績があって、メジャーなものでは例えば、Atom Editor、GitHub 社の出しているAtom Editorだとか、Slack のクライアントとか、Visual Studio Code みたいなものがあったりしますと。で、HTML と JavaScript でネイティブのアプリケーションを書くという、そういったフレームワークというのは、実はですね、結構いろんな種類のものがあってですね、古くは1990年代ですね、マイクロソフトの HTML アプリケーションという仕組みがありました。これ90年代、ほぼ20年近く経つ、おそらく一番古い HTML と JavaScript によるネイティブアプリケーションを作るための仕組みです。で当時それほど流行らなくてですね、これはマルウェアとかしか使わなかったんですけど、ちょっとマイクロソフトは時代を先走りすぎたと。で最近だと Firefox OS だとか Apache Cordova みたいなもので、スマートフォン向けのものを書くようなものがあったりします。で Chrome のブラウザを使って、そのネイティブのアプリのように見せかける Chrome Apps だとか、今回ご紹介する Electron のようなものがあったりします。で、まあ、エレクトロンの特徴としましては、クロスプラットフォームということで、さまざまな Mac だとか Windows だとか Linux 上で動くアプリケーションを単一のソースコードから動かすことができると。で、エレクトロンはですね、内部的に Node.js と Chromium ブラウザそのものをランタイムとして内包しています。で、内部的にはですね、メインプロセスとレンダラープロセスという2つのプロセスに分かれていてですね、メインプロセス側っていうのは、レンダラー全体を統括しているような Node.js そのものが動いていたりとかします。でレンダラープロセスというのは Chromium を使ったブラウザなんですけども、ブラウザに Node.js を統合していまして、ブラウザでありながら Node の機能が使えると、そういったものになっています。で2つのプロセス間で、2つ以上になるんですけども、2つのプロセス間で IPC プロセス間通信をしながら1つの大きなアプリケーションを実現すると、そういった構造になっています。でですね、エレクトロンのアプリをまず起動するためにはですね、このアプリがどういったものですよというのを JSON ファイルで定義付けというのを作ります。でパッケージ .json というファイル名なんですけども、この中には、エントリーポイントの名前がmain.js ですよと、こういったことが書いてあったりとかします。でエレクトロンのアプリを立ち上げると、パッケージ .json が読み込まれて、この中からエントリーポイントが探される。でエントリーポイントは main.js だということで、ノードが立ち上がって、ノード JS はその中のmain.js を起動し始める。でmain.js の中には、こう典型的にはこんなコードが書かれていてですね、これは新しくブラウザ window を作りますよという命令ですね。で win という変数に代入します。でブラウザウィンドウが作られると、新しくプロセスが生成されて Chromium の画面が開かれると。でその Chromium の画面のブラウザの中には、ローカルにあるファイル、ローカルの同じディレクトリ内ですね、ある index.html を表示しますと、こういった流れになっています。で HTML の方で UI を、さまざまな UI を用意して表示すると、 GUI を持つネイティブアプリケーションが作られると、こんな感じになっています。でそうですね、まあ実際にこれ私が作ってみた、スラックの日本語版で、日本語でスラックを使いたいということで、まあ、こういったふうに日本語で簡単に画面を置き換えて動かすようなエレクトロンのアプリですね。スラックの画面とほとんど一緒なんですけども、これは、ウェブブラウザで表示しているのではなくて、エレクトロンでネイティブのアプリケーションとして動いていると、こういったものが作れたりとかします。非常に簡単にウェブの開発したことがある人であれば、こういったネイティブのアプリケーションを、HTML と JavaScript だけで書けるというのが大きな特徴になっています。でですね、レンダラー、ブラウザですね、ブラウザ内なんですけども Node.js が動くというのもまた一つ大きな特徴になっています。で、まあ、Node の機能というのはブラウデフォルトでは有効になっていてですね、これは明示的に指定しない限りは動き続けると。でブラウザ内で Node の機能が動くということで、リクワイアみたいなものが使えます。ここのサンプルコードはですね、ローカルにあるファイルを読み込んでそれをまあ、画面に表示するというだけなんですけども、普通のウェブブラウザであればこういった JavaScript というのは書けないんですけども、ノードの
機能が使えますので、こういったことが自由にできると。で、今回今日の話のメインの話なんですけども、エレクトロンアプリのセキュリティ対策っていうのですね。で、エレクトロンアプリでセキュリティ対策を考えるときにですね、重要なポイントとして大きく3つの問題点があります。で、1つ目はですね、ウェブアプリケーションとしてのセキュリティ対策ですね。これレンダラーとしてブラウザを使っていますので、ここに DOM ベースド XSS だとか、あるいはそれ以外にも JavaScript 上の問題点みたいなのが含まれてしまうと、やっぱりこれは脆弱性につながってしまう。で、それ以外にですね、ローカルアプリケーションとしてのセキュリティ対策っていうのが必要です。これはまあ古くからの、ネイティブのアプリケーションであったような、例えば、特定のファイルを同時に読み書きするような場合のレースコンディションだとか、暗号のなんか、弱い暗号を使ってしまうとかいった、こういったものですね。で、それ以外にですね、エレクトロン固有の技術を導入したことによって発生する特定の API の使い方だとか、そういったものに起因するエレクトロン特有の問題点、こういったものもあったりします。で、まず最初にですね、そのウェブアプリとしてのセキュリティ対策の話をちょっと軽くご紹介しますと。で、先ほどから紹介しましたように、レンダラープロセスっていうのはですね、Chromium と Node.js を合わせたものになっています。で、まあ、ブラウザですので、どうしても DOM 操作が多くなりがちなんですね。画面の UI をブラウザで作っていますということで、画面を書き換える、DOM を書き換えるということになります。で、そうするとですね、やっぱり DOM の操作が多いので、DOM ベースド XSS っていうのが発生しやすくなります。で、まあ、XSS だけではなくて JavaScript によるオープンリダイレクトみたいなものも発生しがちになりますと。で、こういったあたりに関しては、これまで Web アプリで、フロントエンドのセキュリティ対策としてやっていたようなことがそのまま同時に必要になったりします。で、ですね、DOM XSS がそう発生しやすいということなんですけど、まあ、DOM 操作が多いのでやっぱりそれは確率的に多くなってしまうと。で、そもそもですね、DOM ベースド XSS っていうのは見つけにくいんですよね。で、上側のサンプルコードですけども、何かエラーがなければファイルを読み込んだ結果をインナー HTML に表示しますと。で、これファイルの内容をそのまま HTML に代入していますので、ここで XSS が発生しますよと。で、まあ、こういった典型的なコードもありますし、下側はですね、下側は何をしているかというとですね、ディレクトリのエントリーを読み込んでファイル名を列挙しますと。で、その列挙したファイル名に対してファイルにアクセスするためのリンク、アンカータグを使ってリンクを生成していますと。ここの時にもファイル名そのものに、例えば、開き括弧閉じ括弧みたいなものが含まれていれば XSS になってしまうと。こういったものが発生 しやすいというか、見つけにくいものが含まれてしまったりします。でですね、DOM ベースド XSS がひとたび発生するとですね、エレクトロンアプリの場合には致命的な被害につながることが多いと。で、なぜかというとですね、攻撃者が挿入したコードでもそのノードの機能が使えてしまう場合が多いんですよね。で、これまで XSS を見つける人っていうのはアラートを表示するだけだったんですけども、アラートだけじゃなくてですね、攻撃者っていうのはありとあらゆることができてしまうと。で、例えばローカルファイルの読み書きだったりだとか、その他のサーバーと任意のプロトコルで通信するとかですね、あるいはすでに動いているプロセスをとかアプリを干渉してですね、例えばオンラインバンキングのアプリケーションをなんか書き換えてしまって、改ざんしてしまって暗証番号を全て読み込むみたいなこともローカルのファイルに書き込みができるのでできてしまったりとかですね、あるいは任意プロセスの生成バックドアみたいなものを作ってボットとして動くような PC に仕立て上げるみたいなこともできたりしますと。で、あんまりその XSS ってウェブの界隈ではそんなに脅威が高くないと言われてるんですけども、DOM ベースで XSS があると、エレクトロンアプリの場合には任意コードの実行が可能になってしまって非常にまずいことになるということになりますと。で、従来のウェブアプリでですね、その XSS とかで起こることっていうとですね、そんなに大きなことはないんですよね。で、よく挙げられるのは例えば偽情報の表示ですねとか、あとクッキーの漏洩とか、ウェブサイト内での情報の漏洩ですね。で、そのまあ、言ってしまえばそのウェブサイト内で JavaScript ができることが全てができますよと。で、逆に言えばですね、そのウェブサイトを超えて何かをするっていうことは XSS があってもできなかったと。ところが、エレクトロンではそうではないと。ブラウザに守られていたサンドボックスっていうのがなくなってしまうので、エレクトロンの場合には非常に脅威が大きくなると。で、まあ、そのエレクトロンで XSS が起こるとですね、アプリを使っているユーザーの権限、そのアプリの権限で行えることは全てが行えてしまいますと。で、PC 内でそのユーザーができること ほぼ全てができますので、既存アプリケーションを壊すとか、オンラインバンキングのアプリの改ざんとか盗聴、マルウェア感染だとか配信をするとかですね、そのアプリケーションそのものの範囲を超えてありとあらゆることができてしまうと。そうするとですね、これまでのウェブアプリとはですね、その開発者が何か問題が起こしたときに開発者が問われる責任というのが全く大きく変わってくると。そういったところが
大きな違いにもなってきます。でですね、ひとたび攻撃が起こったとき、改ざんって JavaScript がこう埋め込まれてですね、難読化されてるんですね。で、難読化されてもですね、最終的には基本的には DOM 操作なんですよ。 iFrame とかスクリプトを埋め込む、で iFrame とかスクリプトで攻撃コードをダウンロードさせるみたいなところがほとんどなんで、まあ DOM の監視みたいなことをすれば、難読化されていても何がされているかっていうのは最終的に読みやすい。ところがですね、エレクトロンに対して攻撃されるということは任意コード実行が可能、ありとあらゆる処理が可能ということで、DOM 操作に限らないんですね。どのような処理もその攻撃コードの可能性として存在すると。そうするとですね、その難読化された JavaScript を丹念に一つずつ調べていく必要があるということで、結構これは調べる側としてはコストが高くなりそうだと。で、解析する側の技術もまだまだ未成熟っていうところがあります。で、次にですね、ウェブアプリ以外のところでローカルアプリとしてのセキュリティ対策っていうのもやっぱり必要です。で、まあ、これはですね、もう古くから語られているようにシンボリックリンク攻撃だとか、なんかレースコンディションとか暗号の不適切な使用だとか、まあ、その他いろいろ古くからあるような問題点があったりします。ただまあこのあたりっていうのはですね、すでに歴史が積み重なっていてですね、さまざまな文献などで語られているので、今回の話からは割愛します。で、最後にですね、エレクトロン固有のセキュリティ対策というかセキュリティ上の問題点みたいなものもあったりします。で、これはですね、その例えばですね、エレクトロンで用意されている個々の API を使う上でこういった点を注意しましょうみたいな話があったりします。で、それ以外にもですね、エレクトロンのアーキテクチャ上どうしても避けられない問題点として、ファイルスキームのコンテンツをブラウザウィンドウがロードするというのがあるんですね。で、普通のウェブブラウザ、ウェブアプリであれば、その HTTP コロンスラッシュスラッシュで始まるようなリモートのコンテンツをロードするんですけども、エレクトロンのアプリの場合はデフォルトでですね、ファイルスキームのコンテンツをロードすると。そうするとですね、今までの HTTP では考えなくてよかったような問題点がいろいろ出てきたりとかすると。あとですね、そのコンテンツ、今表示しているコンテンツというのがそのブラウザーと異なってアドレスバーが存在しないんで、どういったコンテンツが表示されているのかわからない。リモートのコンテンツが仮にそのエレクトロンのアプリ内で表示されてしまっても、どこから来たリモートのコンテンツなのかを確認する手段というのがユーザーには提供されていない。こういった問題点もあります。じゃあもう少しですね、DOM ベースド XSS、 エレクトロンの DOM ベースド XSS の脅威についてちょっと深く見ていこうかなと思います。で、まあ、普通の DOM ベースド XSS の話ですね、おさらいですけども、DOM ベースド XSS って何かと言いますと、まあ、ソースって呼ばれる、データを保持している部分をエスケープせずにいろいろ処理を加えてシンクと呼ばれる部分に与えることで JavaScript 上で発生するクロスサイトスクリプティングですね。で、ソースっていうのは攻撃者がコントロール可能な部分です。代表的なソースとしては、例えばロケーション .hash だとかロケーション .href、 アドレスバーに表示されている部分ですねだとか、 XML HTTP リクエスト、 XHR で返ってきたレスポンスの中に含まれるデータだとか、まあ、それ以外にもありとあらゆる攻撃者がコントロール可能な部分っていうのがソースって呼ばれてます。で、 JavaScript でいろいろな文字列の処理だとか、DOM の操作をした後に最終的にシンクっていう部分に渡されて、それが XSS につながると。で、シンクの代表的なものとしてはドキュメント .write だとかロケーション HREF、 インナー HTML だとか EVAL といったようなものがあります。こういった文字列から HTML を組み立てる、あるいは文字列を JavaScript として実行するような部分にデータが渡って、攻撃者の作ったデータが渡ってしまうと XSS につながる。これが DOM ベースド XSS ですね。で、従来の XSS の被害ですけども、先ほどの繰り返しですけども、まあアラートの表示みたいなのが代表的なもの、POC というか、その分かりやすいためにアラートを表示するというのが多いですね。で、それ以外にですね、ウェブアプリ内に偽情報を表示するとかいうのもよくありますね。例えばこれ、インナー HTML にログイン、偽のログインフォームを表示させて、ユーザーが誤って入力、パスワードを入力すればそれを攻撃者のところに送るみたいなために偽のログインフォームを表示すると。あるいはクッキーの、奪う、クッキーを盗み見るみたいなこともよくあったりとかですね。それ以外に、まあ、ウェブブラウザ内で表示している、その本来ウェブにログインしているユーザーしか知り得ない情報を攻撃者のところに送るようなこともあったりします。これは何をしているかというと、新しく画像を作って、その画像のソースとして、コンテンツに表示されているインナー HTML を付け加えることで、攻撃者のサイトにインナー、HTML の内容を送り込むと。機密情報を盗み見ると、こういったことがよくやられています。まあ、これ以外に何かあるかというと、そんなに実はないんですよね、従来の XSS の被害というのは。ところが、エレクトロンではですね、さっきから言ってます通り、ノード機能が有効なので、いろんなことができてしまいます。で、まあ、典型的な DOM ベースド XSS、インナー HTML にどこかから来た
攻撃者がコントロール可能な文字列っていうのを代入しているときには XSS が発生します。でこの時にですね、この XSS のソース部分に攻撃者はこの赤枠で書かれている部分のようなコードを入れます。でイメージソースイコールシャープオンエラーイコール通常アラートみたいなことを書くんですけども、ここにリクイヤーのチャイルドプロセスドットエグゼック軽くドットエグゼみたいなことを書くと電卓が立ち上がる、あるいはですね、エラーハンドラーの部分に、リードファイルシンクっていうと、これファイルを同期的に読み込む、エタセのパスワードを読み込んでそれを、evil.utf8.jp に送信するみたいなこともできたりする。こうすると、ブラウザ内に表示していない普通にローカルに保存されているだけのファイルの内容を攻撃者のところに送り込むことができたりします。これもちょっとデモをしてみましょうか。これは普通に HTML ファイルですね、レンダラーで表示される HTML ファイルです。で、何かイベント、フォームのサブミットが起これば、特定の要素のバリュー値を読み込んで、それをインナー HTML に代入すると、まあ、典型的な DOM ベースで XSS ですね。これを実際にじゃあ動かしてみましょうと。まあ、こんなフォームを一つ持ったやつです。ここに対して例えばイメージソースイコールシャープオンエラーイコールファイヤまあ、普通にさっきお見せしたようなサンプルのコードと同じようなものをここに入れてみて送信とかすると、ちょっと画面が見にくいですけど電卓が簡単に立ち上がると。普通ウェブアプリを組んでる人がですね、その XSS から電卓が立ち上がるというとはちょっとありえない感覚なんですけども、エレクトロンのアプリではこんな簡単に、本当に簡単に1行書くだけでサクッと電卓が立ち上がったりするという感じになります。でまあ何だろう、そのXSS が起こるだけで任意コード実行が可能って、まるでなんかこうバッファーオーバーフローみたいな感覚があるんですね。でここに引用しているのはですね、これ実はですね2008年にマイクロソフトが書いたレポートなんですね。で多くの点から見て XSS 脆弱性の危険性をバッファーオーバーフローに匹敵しますと。これ私最初に見た時にはすごくマイクロソフトって大げさなことを言うなと思ったんですけども、やっぱりマイクロソフトって時代の先を行っててですねあの2008年当時にこういうことを予見していたのかもしれないというのもあったりします。でですね、さっきの図に戻ってきます。DOM ベースド XSS っていうのは、ソースに与えられた文字列がエスケープなしにシンクに渡ることで発生する XSS というのがシンプルな説明ですね。で、エレクトロンになるとですね、ソースとかシンクというのが圧倒的に増えます。で、例えばソースでこれまでであれば、ブラウザに関連した部分しか攻撃者というのはコントロールできなかったんですね。その HTTP 上流れるデータ、例えば URL の一部分だとか、リファラー文字列みたいな、HTTP に関連する部分しかなかったんですけども、エレクトロンの場合にはですね、そのありとあらゆるデータを取り扱うので何がソースになるかわからない。例えばファイルの内容に HTML の文字列みたいなのが入っていればそれがソースになり得ますし、ユーザー名だとかファイル名だとか何かログを読むようなプログラムであればログの内容そのものがソースになり得ると。でそういったものを処理してシンクに渡すと、DOM ベースド XSS が発生する可能性がある。一方シンクの方はですね、いくつかは増えてるんですけどそれほど多くのものは増えていない。当然そのブラウザを UI として使っているのであまりそこに対して変化っていうのはなくてですね、例えばリクワイアとか WebView みたいなちょっと新しい機能はありますけども、基本的にはこれまでとほぼ変わらないようなシンクしかないという状況です。でですね、まあソースはすごく増えてるんですけどもシンクはそれほど増えていなくてですね、特にリクワイアみたいなものを動的な引数を与えて変化させる、そのプログラマブルにするということは通常はなかなか発生しないシチュエーションですね。こういったことはないっていうことを考えるとですね、特にそうなんですけども、ソースを意識してなんかサニタイズみたいなことをするのではなくて、シンクにデータを渡す際に HTML として生成する、 HTML として書き込むっていう場合に、きちんとエスケープするというのが非常に重要になると。まあ、エスケープするというよりは適切なDOM操作ですね。例えばテキストコンテンツとかセットアトリビュートみたいに HTML を
適切に操作するドム操作関数みたいなことを選ぶというのが重要になってきます。で XSS といえば CSP コンテントセキュリティポリシーですね。XSS を防ぐための非常に有効な手段です。じゃあコンテントセキュリティポリシーが働くのかっていうのをちょっと考察してみましょう。でまあこれね典型的なコンテントセキュリティポリシーのコードです。エレクトロンアプリはですね HTTP では来ないのでHTTP レスポンスヘッダーというのはありません。ですのでメタタグで CSP を指定することになります。でメタタグでコンテンツセキュリティポリシーはデフォルトソースがなんスクリプトソースがセルフ、スクリプトとしては自分自身を読み込みますけども、それ以外のコンテンツリソースは全く読み込みませんよみたいな厳しめの CSP の設定がされています。で一方で JavaScript の方にはエレメント .in.html イコール XSS ソースみたいな、まあ、典型的な XSS のコードがあった場合、こういった場合にですね CSP が通常であれば非常にこれは XSS はあるけど攻撃はしにくいという状態なんですけども、これがどれぐらいの効果があるのかということを考えてみます。ですごく面白いんですけども、CSP というのはメタタグのリフレッシュに対して効かないんですね。この真ん中の赤いところなんですけども CSP が効いててですね リダイレクト先に、全然違うサイトを書いてあるとですね、これ CSP で制限されてるリストからの外れてるんですけども、このサイトに対してリダイレクトしてしまうと。でリダイレクト先はevil.utf8.jp というあの攻撃者のサイトなんですけども、ここには、好きなコードを書いておけるので CSP が効いていないですね。これはもうサイトが変わってしまうので CSP が効かない中で好きなような JavaScript のコードが書けると。でリモートに置いてあるコードにリクワイアとか書いておくと、リモートのコンテンツであるにもかかわらずノード機能が使えると。エレクトロンアプリの中でノード機能が動いてリモートから攻撃可能と電卓が立ち上がるみたいなことができてしまったりします。で、まあ今のはメタリフレッシュを使ったパターンだったんですけども、それ以外にもいろんなパターンがあります。でこれも CSP のルールはさっきと同じですね。で違うのは iFrame が使われてます。 iFrame のソースとして何か任意の文字列が代入可能と、こういった場合に XSS を使って攻撃可能か、まあここに XSS のソースとしてどんなものが表示できるのかということなんですけども、面白いのがやっぱりこれエレクトロンなんですね。レンダラーで表示されているのはファイルスキームなんですね。ファイルコロンスラッシュスラッシュファイルスキームで、ローカルのファイルが表示されていると。でこの時のオリジンというのがファイルなんですよね。そうするとですね攻撃者としてはファイルスキームに何かコンテンツを置ければ iFrame の中にそれを表示させることができると。でオリジンがファイルなので攻撃者は自分でファイルサーバーをリモートに立てることができる。これをすることによって同じスキームファイルスキームの、リモートに置いてあるコンテンツを iFrame 内に表示させることができると。で iFrame の中ではですねノード機能というのが使えないんですけども、iFrame のから iFrame の中から、トップレベルウィンドウに抜けてしまえばノード機能が使えるので、例えば、window.top.location とかみたいにしてしまえば、トップレベルウィンドウに移ってその中でノードを使って、電卓を立ち上げるみたいなことができると。で結局ですね CSP が指定していても、攻撃者っていうのはそのオリジンっていうのがファイルスキームそのものになってしまうので、リモートのファイルサーバーを置いてそこから自由に、リソースにアクセスすることができるということになります。で CSP のまとめなんですけども、CSP によってリソースの読み込みみたいなことを制限してもですねメタリフレッシュによってページの遷移が可能で、で一旦ページ遷移してしまえばその先っていうのは CSP は効いていないので好きなような攻撃コードが使えますと。であるいはですねそのメタリフレッシュでリダイレクトしなくてもですねファイルスキームファイルっていうのがオリジンになっていますので攻撃者はリモートのファイルサーバーを作ってその中に何かリソースを置くことで同一オリジンとみなして攻撃することができると。でこういったものは iFrame とかスクリプトのソースみたいなものを制限している場合には自由に使えるということですね。でレンダラー内でノード機能が使えるということも合わせて考えるとその CSP では XSS の脅威というのを軽減できないということになります。でですねではどうすればそのXSS の脅威を軽減できるのかということですけども、一番効果的なのはレンダラーでノード機能を使わないということですね。で、メインの JavaScript の方でですねレンダラーを作るときに、こういった指定をするんですね。 Web Preferences でノードインテグレーションを False って指定すると新しく作られたレンダラーの方ではノード機能が使えないということができます。まあ、これを指定しないデフォルトの状態では、レンダラーの方でノード機能が使えてしまうと。
ですので明示的にこういった指定をすることでノード機能を無効にしたレンダラを生成することができる。でノード機能が無効になったレンダラーで XSS があった場合にどれぐらいじゃあその効果があるのか、 XSS があっても安心というかその被害が抑えることができると言えるのかということをちょっと考えてみましょう。で、まあ、先ほど言ったようにノードインテグレーションフォルスで、新しくレンダラーを生成します。でこの時点でですね、そもそも新しく作られた、ブラウザウィンドウではスキームオリジンがファイルコロンスラッシュスラッシュになっています。ですのでXHR とかを使ってですね、ファイルスキームのコンテンツというのは自由に読み込むことができるんですよね。特にノード機能は使わなくてもローカルのファイルを読み込んでそれをサーバー側に送るというようなことはできてしまったりします。この赤い部分攻撃者の書いたような XHR で動かすようなコードです。あ、XSS で動かすようなコードですけども、XHR を使ってファイルコロンスラッシュラッシュ C.C コロンスラファイルドットテキストみたいなローカルのコンテンツを読み込んで、それを攻撃者のサーバーに送り込むみたいなことがやっています。こういったことが可能になります。で、そのノード機能の無効化、レンダラーでノードを無効化するというのはですね、明示的に指定しなければできない。で、まあ、明示的に指定すればノード機能を無効にできるんですけども、アプリケーションとしてあまり実用的なことができなくなってしまうんですよね。その結局ブラウザーとしてもともとできることと同じことしかできないので、ノードの機能が使えないということで大したことができなくなってしまう。でノード機能を無効にしてもやっぱりローカルファイルの読み込みみたいなことができてしまうので、思ったほど効果が出ないというところですね。ではどうするかというと、iFrame サンドボックスっていうのがありますと。で iFrame サンドボックスっていうのはですね、その iFrame の中でいろいろ制約を加えてですね、例えば JavaScript を動かさないみたいなことが指定できるという、その iFrame 内を非常に厳しく制約してしまおうという機能ですね。で、レンダラに iFrame を置いてですね、まあこういった感じですね。そのサンドボックスの指定としてアローセームオリジンみたいなことを付け加えておきます。こうすると、iFrame の外から iFrame の中身を操作することができますので、iFrame の中身を JavaScript から操作すると、 iFrame 内で DOM ベースド XSS が発生してもその中では JavaScript が動かないので、DOM ベースド XSS みたいなことが実際の脅威につながらなくなるといったようなことができたりします。で iFrame サンドボックスはですね、いろんなパラメータの指定ができます。で代表的なものとしては、何だろう、ここに書いてあるようなフォームの実行許可とかスクリプトの実行許可禁止みたいなことがあるんですけども、まあアロースクリプツを指定するのは普通に危険ですよね。これ iFrame 内で JavaScript が動いてしまうという指定なので、これを指定してしまうと、DOM ベースド XSS が存在したときには攻撃者が JavaScript を動かしていろんなことができてしまうので危険ですと。それ以外にもですね、アロートップナビゲーションとかアローポップアップスっていうのも危険です。これは何かというと、新しくウィンドウを生成するだとかトップレベルのウィンドウを書き換えるみたいなを iFrame 内からできるようにしてしまう、それを許可するための指令なんですけども、これを指定するのは非常に危険です。で、まあ、試しにですね、アローポップアップスみたいなことを許可した iFrame にこういったコードがあったとします。で、iFrame 内にはこういったコンテンツ、攻撃者が作ったコンテンツが表示されています。でここをクリックするとですね、データスキームの中に書かれているスクリプトタグが動きますと。で、クリックするとデータスキームの中に書かれている HTML が開く、ポップアップなので、別のウィンドウで開くんですね。で新しく開いたポップアップの方では、何の制限もかかっていないので普通にノード機能を使って電卓を立ち上げることができるみたいな、こういったことができてしまうと。ですのでポップアップだとかトップナビゲーションみたいなことを許可するのは非常に危険ということになります。でちょっと話分かってですね、エレクトロンの面白い機能で Web ビュータグっていうのがあります。で Web ビュータグ、 iFrame とすごく似てるんですけども、何が違うかというと、その完全にウェブビュータグとの内側と外側をアイソレートしてしまうんですね。他のサイトを埋め込むんですけども、で iFrame であれば、あの埋め込まれたサイトっていうのは自分は iFrame の中にあるということが分かるんですけども、ウェブビュータグの方ではそれが分からないと、完全に分離されてしまうと。で外からも、そのウェブビュータグの外からも、その内部のコンテンツにはアクセス普通にはできないと。でウェブビューごとに、そのウェブビューのタグごとに、そのノード機能の有効無効というのを指定できると。でそれ以外にもですね、iFrame と同様に、 iFrame サンドボックスと同様にポップアップ許可みたいなことも指定できたりとかします。で iFrame とですね、 Web ビュータグ、いろんな違いはあるんですけども、新しくウィンドウを開いた時の挙動というのがいろいろ変わってきます。で普通に iFrame で表示した場合はですね、レンダラでノードが有効であっても iFrame 内ではノードは常に無効ですね。でそこからポップアップとかして新しくレンダラを作れば
新しく生成されたレンダラーの方ではノードが有効になります。で、ウェブビューの方はですね、例えばポップアップを有効にしたらウェブビュータグの中で何かクリックして新しくレンダラーが生成されたとしても、その生成元のウェブビュータグの方ですね、ウェブビュータグの中でノードが無効であれば新しく生成されたレンダラーでもノードは使えない。で、ウェブビュータグの方でノードが有効であれば新しく生成されたレンダラーではノードが有効になるみたいな、こういった結構複雑な構造というかルールがあったりします。 So it is a rather complex role.And thinking of all of the... タグでそのノードを使うというのは結構難しくてですね、ノードは無効にした状態でプリロード機能というのを使うのが非常に安全です。で、プリロード機能というのはですね、そのウェブビュー内のコンテンツがロードされるより前に、ウェブビュータグ内に JavaScript を差し込む、挿入するというコード機能です。で、この中ではですね、ウェブビュー内でノード機能を無効としてしていても、自由にノード機能を使うことができます。ですので、例えば、何だろう、ローカルからファイルを読み込むような機能が必要であれば、あらかじめプリロード機能を使ってこういった関数を定義しておくと。で、そうするとウェブビュー内ではこれ以降ノードは無効になるんですけども、このロードコンフィグってここで定義した関数そのものは自由に動くと、こういったことができてですね、ノードの機能を限定的に一部だけで使うことができるということになります。で、まあ、ウェブビュータグを使ってよくある、そのエレクトロンアプリでよくあるケースっていうのはこういうのがあるんですね。既存のウェブサイトが動いているアプリをネイティブアプリ化しましょうと。先ほど冒頭でお見せしましたスラックのクライアントみたいなのがまさにそうですね。普通にウェブブラウザで開かれているようなウェブアプリをネイティブのアプリケーションとして見せますというのにウェブビュータグを使うと。で、まあ、ウェブビューソースイコールどこかのリモートサイトで、それに対して、まあ、周りを制御するためのスクリプトがついていると。で、中で表示されているですね、ウェブサイトの部分、ウェブアプリの部分にはですね、広告、サードパーティーの広告が入っていることが時々あるんですね。まあ、よくありますよね。で、こういった場合にですね、サードパーティーの広告が入るとですね、広告用の JavaScript もウェブビュー内で自由にコード実行ができるんですよね。で、ウェブビューでノード機能を有効にしている場合には当然その広告用の JavaScript もノード機能を使ってありとあらゆることができると。で、例えばその悪意ある広告配信業者みたいなのだとか、その広告の配信サーバーみたいなのが汚染されたっていう場合には、当然ウェブビュータグ内というかエレクトロンアプリ内全域で、その第三者が自由にコードが動かすことができてしまうと。で、それ以外にもですね、ノード機能が無効であっても、例えばその広告配信業者が悪意を持てば、偽のログイン画面みたいなことをそのエレクトロンアプリ内に表示させるっていうことはできます。まあ、例えばその赤いところですね、広告配信業者が偽の window.top イコールエビル .utf8.jp 攻撃者のサイトを表示して、そこには偽のログイン画面が表示されていますと。これアドレスバーがないので利用者としてはどこのサイトのログイン画面か気づかない、わからないということで、利用者はなんだろう、いつの間にかログインされてしまう、ログアウトされてしまったという感覚で、ログインしてしまうと広告配信業者あるいはその広告配信を乗っ取った攻撃者のところにログイン情報が渡ってしまうということになります。で、これの対策ですけども、まあ、広告をですね、その広告内で JavaScript が自由に動いてしまうというのが問題なので、広告内は分離するために iFrame サンドボックス内に表示するみたいなことができたりします。あと、まあ、トップレベルへの干渉を防ぐということで、iFrame サンドボックスが非常に有効です。で、広告がですね、iFrame 型のものだったらいいんですけども、JavaScript のソースを埋め込むようなタイプの広告だと、これの対策というのは非常に難しいですね。で、まあ、ウェブアプリケーションの場合はですね、そのオリジンを超えて広告っていうのがウェブアプリそのものに影響を与えるっていうことは通常はないんですよね。広告配信してる業者のところがログイン情報を読み込むみたいなことは普通は考えられないんですけども、エレクトロンの場合にはそれができてしまうと。で、さらにユーザーはアドレスバーがないので、今表示されている画面というのが誰が出しているものかというのが分からないといったような問題があります。で、次ですね、 window.open というその、まあ、よく使う新しくウィンドウを開く関数ですね。これはウェブビュー内から呼び出した場合にはいろいろまた、普通のウェブアプリとは異なる挙動があります。で、ウェブビュー内でアローポップアップスというのをつけるとですね、新しくウィンドウを生成することができますと。で、その時にですね、ファイルスキームのコンテンツを開くことができるんですね。何かこう攻撃者が新しく開く URL みたいなものを自由にしてできる場合には、ファイルコロンスラッシュスラッシュリモートサーバースラッシュで攻撃者の作ったファイルサーバー上のコンテンツを開くことができると。そうすると攻撃者のサーバーはですね、なんだろう、ファイルスキームで動く、自由に動くスクリプトっていうのを
エレクトロンアプリ上で動かすことができますので、まあ、ノード機能が動かない場合であったとしてもローカルのファイルを読み込むことができる XHR とかで読み込んで攻撃者の元に送ることができたりとかします。で、まあ、対策としては、ウェブビューにアローポップアップスをつけないっていうのか、あるいはその新しくウィンドウを開くときにですね、逐一その開こうとする URL を検査する HTTP あるいは HTTPS であるということを確認してファイルスキームみたいなものを排除するみたいな手段がいりますということになります。で、次にですね、あのエレクトロンの面白い機能ですね、シェル .openexternal あるいはシェル .openitem という機能があります。これ何かというとですね、 URL とか拡張子に対応した外部のプログラム OS を用意している外部のプログラムを起動するためのものですね。例えばですね、 URL として http://example.jp みたいなものを、shell.openexternal という API に与えると、OS が標準で持っているブラウザが起動します。 HTTP に対応したブラウザが起動します。で、まあ、今度 URL というかそのファイル名ですね、test.text みたいなファイル名をオープンエクスターナルとかに与えると OS 標準のエディターが立ち上がってですね、ファイルの内容が表示されるとかですね、こういったことがあります。で、まあローカルのファイル名だけじゃなくてファイルスキームみたいなものも使えますので、ファイルコロンスラッシュスラッシュみたいなことも指定もできますと。でよくあるケースなんですけども、そのウェブビュー内でコンテンツを表示していますよと。で自社のウェブアプリというかそのエレクトロンアプリのものはそのエレクトロンで作られたウェブビュー内に表示しているんですけども、URL HTTP コロンスラッシュスラッシュみたいなものが来たときには外部のブラウザ OS 標準のブラウザの方に丸投げして OS 側で開くみたいなことをする場合があるんですね。で、新しくウィンドウ.open みたいなものが呼ばれたときには、Open External でそれを丸投げするみたいなコードがあるんですけども、この場合にですね、攻撃者が URL を細工できる場合には任意のコマンドみたいなものが起動可能になったりします。例えばファイルスキームで calc.exe みたいなものを指定すれば、Open External で calc.exe が開くと電卓が立ち上がるということですね。ただ残念なことにこれコマンドに引数が渡せないので、まあ、電卓は立ち上がるんですけども任意コード実行まではいかないみたいな感じですね。ちょっと難しいです。で、まあ、対策としてはshell.openexternal だとか shell.openitem にはその任意の URL が渡らないように、ここでやってるのは例えば HTTP か HTTPS で始まる URL であればブラウザで開くみたいな、こういった制約を逐一つけるようにしましょうということになります。ということで最後まとめなんですけども、エレクトロンアプリでですね、ひとたびドムベースで XSS みたいなものが起こってしまうと大抵もこれは取り返し不可能な状態になってしまうと。任意コード実行みたいなことまでつながるっていうのが大半です。で、特に危ないのがノード機能が有効な状態で有効なコンテキストで外部のスクリプトっていうのが動いてしまうと、もう本当にありとあらゆることができてしまうと。でそうでなかったとしてもファイルスキームみたいなもので動いている状態で外部のスクリプトを実行されてしまうと、ローカルのコンテンツみたいなのは読み取り可能になってしまうと。特にですね、攻撃者っていうのは HTTP だけでなくてファイルコロンスラッシュでリモートのファイルサーバーみたいなのを用意して同じオリジンとみなすことができますので、これまでとは違う発想みたいなことで対策が必要になってきます。